ロサンゼルスの本拠地ドジャースタジアムで25日午後2時45分から行われた大谷翔平選手の記者会見には日米約100人の報道陣が集まった。用意された椅子には座りきれず、大半の記者は立ったまま大谷選手の言葉に耳を傾けた。スタン・カステン球団社長をはじめとした球団幹部やデイブ・ロバーツ監督、ジョー・ケリー投手ら一部選手も見守った。大谷選手は冒頭、僕自身信頼していた方の過ちというのを悲しいというかショックですし、今はそういう風に感じていますと切り出した。2018年からのエンゼルスでの6年間、そしてドジャースに移籍してから3ヶ月余りにわたり、講師ともサポートを受けてきた元通訳の水原一平氏の違法賭博疑惑への思いをにじませた。質問は受け付けず、声明を発表するだけとの事前の説明があった会見。大谷選手は机に置かれた書面に時折目を落としつつ前を向いて答えた。右隣には水原氏の代わりに当面の通訳を務めることになったウィル・アイアトン氏が座り、大谷選手の言葉を丁寧に英訳した。大谷選手は会見序盤では水原氏のことを彼と呼んでいたが、途中から一平さんと名前を出すようになった。一平さんがミーティングの時に説明し、ギャンブルの依存症だというのは僕はもちろん知らなかったですし、彼が借金をしていることもそのミーティングの時はもちろん知りませんでした。ホテルに戻って一平さんと初めて話をして、彼に巨額の借金があることをその時知りました。彼はその時僕の口座に勝手にアクセスしてブックメーカーに送金していたということを僕に伝えました。韓国ソウルで20日に行われた開幕戦後のやり取りの詳細を含め、時に身振りを交えて説明した。顔を手で拭ったり、何度も瞬きを繰り返したりする場面もあり、緊張している様子もうかがえた。会見は約12分間で終了した。大谷選手はその後はグラウンドに出て、グラブをはめて約10メートルの距離のキャッチボールを行った。靭帯を痛めた右肘を昨年9月に手術しており、来季になる見通しの投手復帰に向けて歩みを進めた。キャッチボールを終えると、球団スタッフと言葉を交わし、笑顔も見せた。この日のエンゼルスとのオープン戦には2番指名打者で先発メンバーに名を連ねた。